ぜちょぴしょにかりげのさだめりくマスカムです。せーん、本日も社内からお送りさせていただきます。ということは大好評企画無限ドライブスルー。はい、ということで前回のね無限ドライブスルー大好評いただきまして、うん、とかな、うん、まだ出てないよ、うんって言われたから、うん、まだ知らないよねってちょっと思ったけど、まあね、楽しかったということで前回2人でやったんだけど今回はカリラチーム4人でね無限ドライブスレーやっていきたいと思います。4人でドライブするのも初めてだからね。そうね。まあということで行きましょう。よいしょ、お願いします。よいしょ。もう本当に今日は知らないところに行くんで、うん、前回も言ってたんだけど、びっくりした。リンガーハットのテイクアウトだった。本当だ。ドライブするかと思った。リンガーハットはちょっと食べたかった。いや食べたいよね。今何でも食べたい。いやって思うじゃん。最初さ、なんか割となんかでも何でも食べたいと言いつつ結構最初に食べたいもんない。ちょっと今文章が分かんなかったんだけど。可愛いだけどさ、俺がやってくると思っとったらお前はやってると思うのかみたいな。ありえない。食べるの頭に。うーわ。何ラーメン？いや。あるな。何がある？ギアがあるな。これって見つけちゃった時点で。そうだよ。あ、今進化してるね。ね、希望。視聴者さんからさ、目たまに出んのはマジのやつって言われるんだよね。俺自分でさ、ね、意識してないからマジでおねえなのかもしれない。カメラ向けられたら昼口するしね。あ、やる。でもなんかそうかもしれない。やるしよ。やる。俺それ嫌だと思った。ドライブするじゃない。ドライブするじゃないじゃん。スキヤドライブするじゃなかったわ。やる。やるやるやる。やる。うるせえな。これ悪いか。写真撮ってるのもやってた。多分だけどシナモンのサムネは変化したと思う。どうなの。一人ずつ下ろしていくぞ。待って、スタバがある。ドライブするって。でも反対側はね行っちゃいけないんだよ。行こうよ。俺スタバ飲みたい。ちなみに反対側行ったらもう戻んなから待って戻ってきて。やだよ。あれでも今からスタバ飲むからね。そう、スタバ行く。スタバの気分じゃないの。でしょ、ほら言ったでしょ。何でも食いたい言うたけど一番最初に見つかったんって割と食べたくない。では行きます。スタバへゴー。楽しみになってきた。隣でこれされるの嫌やわ。映っとらんけど靴脱いでこれバーンやられるやつ。靴は脱ぐよ。でも俺足臭くない多分。やだ。本当に臭くない。だってやだ。本当に一回かいで。やだ。その手がつけてやばいよ。え、嘘でしょ。嘘でしょ。嘘でしょ。いや、これは違う。絶対嘘。うっさ。これは違うってない。え、臭いよ。嘘、もう一回。なんでなんでなんで。帰り見て。ちょっとね、叩いてみて。叩いて。叩いて。気持ち悪くなってきた。そんなじゃない。絶対そんなじゃないって。うっさ。俺だって世の中で一番足臭くない人間だよ。どの光景。あ、じゃあ僕目に一つで。チャイのチャイティーホットショートで。焼き芋フラペチーノで。アーモンドミルクラテ。ありがとうございます。どうも。ありがとうございます。お腹すいたね。ちょっと、ドライブスルーがねえな。でもドライブが楽しいからいいけど。いや、ドライブスルーへ行こうになるの無限じゃん。これすれついたんで暇になってんじゃねえよ。ただの移動じゃねえんだからな。撮影だからね。ごめんごめんごめん。移動じゃないからね。今日更新の漫画見ようと思ってた。最近ごめんごめんごめん。一番好きな漫画何最近。最近みんな漫画見る。でも見るよ。めっちゃ見るよ。見ないよね。アニメ派だもんね。最近で一番好きな漫画か。ブレブリーズ。最近で俺の中の最近は。ごめんね。違う違う違う。びっくり。そんなそうツッコミくると思わなかった。聞いたんかと思った。俺が行きたい銭湯がすぐ近くにある、ね、ドライブスルーかと思ったよね。俺が行きたい銭湯があそこにある。マジでドライブスルーがなさすぎて普通に困ってるんだけど。だってもう1時間で今スタバだけだよ。1時間経ったの。ゲームしよう。ぬるっといくな。これはね AKB がやってたゲームなんだけど、あってお題出されたら、あから始まる食べ物、例えばあんこって言ったら、次に芸能人輪島よしお、おから始まる動物、食べ物有名人動物っていうのがメインコ。あー、うまいじゃんってやっていくっていうゲームです。だからお題は結局食べ物、食べ物、有名人、有名人、動物、動物。それも固定固定。まずはこのルールでいく。で、テンポも良くしないといけないから。めっちゃむずないよ。じゃあ誰から行く？千くんから行く？ね。明太子。小島よしお。おかめインコ。おえ。パクリやん全部さっきの。でもこういうことこういうこと。何回も同じの使っていいから。あ、そうだ。何回
この3セットをこれ続けていくんじゃないのか。2セットなの。あ、オッケーオッケーオッケー、いくよ、せーいーの、俺次赤髪くんね。し、し、待って待って待って、し、しなもん。シナモン、うん、ダホが来る。おお。すげえ。めっちゃ面白い。エンターテイナーですよ。一シャーズに入るもん。次はあなたよ。え、あんまり。ケイキ、木下ゆきな。なの、な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 の動物か、なの動物、な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 の動物、失敗、なの動物って何、七の視点、おお、怠け者とかね、あー、あー、はい、失敗です、下車、ね、降りてくる、いくよー、ちょ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 、メイ、長野メイ、俺元カノなの、いや、隣の音を取ったのかと思って、メイ元カノなの、そうそうそう、イカ、はい、セットです。じゃあ次お題変える、メイはいいの、いいんだよ、いい判定でいいの、みんな、いや俺はダメだと思うよ、ダメだと思うよ、アウトー。じゃあ次は正規のテンポ知りたいな、あ、いいよ、これね、遅いじゃん、結構おい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 、ないじゃん、シーナをセットをくださいっていう感じする、ああ、だからお題やすいのはもうこれで、これもうとか言ってないけど、もうセットをくださいってお題を出したい、次、動物、体のパーツ、怖いこと、怖いことってどうだろう、最後、ミッキーが始まる怖いこと、水が上から落ちる、うわ怖いね、文章でいい、うん、あ、俺から行く、はい、あのセットをください、あー、いい、輪郭、お、うまい、クルーシオをかけられる直前、クルーシオって知らないですよ、アリモーダ知らないよ、クルーシオが分からない、苦しめられる、じゃあ次いくよ、赤髪くんね、このセットをください、こ、子供、動物と人間は動物と言う、絶対動物といったら動くものだからね、だからすごい残虐な人、こで始まるセットをください、はい、また彼を出すしかない、3つけ出した、ヒップドロップ、怖いよ、ナホさんにヒップホップするの、されるの、怖いね、痛いからね、100キロ超えてるって話だからね、次いくね、誰、あなた、2のセットをください、耳、意識ヘビー、お、ヒレビー、うん、いいさ、お、おお、なんか始まる、残金ゼロ、怖ー、怖ー、怖いわ、綺麗綺麗綺麗、じゃあ何かお題出してみよう、はい、フのセットをください、フね、フクロウ、腕、電車に引かれる、あ、綺麗、なんかあっさりすぎる、あっさりすぎて、もう分からなかったね、じゃあ次、職業、食べ物、今一番したいこと、そうなんです、分かった、職業、食べ物、今一番したいこと、しりとりを成立させるために、うん、今一番したいこと、適当に裏出した、そうだよ、やってもいい、本当に今やりたいこと、もう今もう車から出てすぐしたいよっていう、じゃあもうここからね、やっていきたいと思います、お題出してね、くのセットをください、くね、車屋、車屋、いや俺も思ったよ、車屋、え、ないの、車屋、職業、全部だよね、車屋、あ、車屋さんって言うけど車屋さんの後、はい、ペナルティね、なんで車屋、焼きそば、
ババアとダッシュ。今一番したいんやな。うん、取れ高ありよ。俺ババア取れ高ありよ。ババアと行けよ。でしょ、取れ高あると思うな。したいな、取れ高欲しいな。次千くんね。いいのセットをください。焼きそば。まさか、まさか、一緒に。待って、あった、待って、あった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 、ケンタッキーあった。ババアとケンタッキー。はい、ということでケンタッキーのドライブスルーを見つけました。確かに食べたいケンタッキー。ね、やっと見つけた。1時間見つからなかったよ。ね、本当に。ただのドライブだったからな。誰か来てくれないと。いや違う、今俺が今今次のセットをください。歯科医師、歯医者け、あ、記録したいこと、結婚。なんでですか。結婚したいんでしょ。ケンタッキー食べたい、イエーイって行くやつやったな。骨なしケンタッキーを3つと、はい、骨ありのケンタッキーってあります？はい、ありがとうございます。持ってて。あ、はいはいはい。ということで、ケンタッキーでございます。前回今日食ったな、うん、今回食ってないからさ、食わせ相手はできないんだ。普通にお腹空いちゃってんの。確かに。横浜でした。では再開いたします。次何があったら嬉しい希望は。牛丼。牛丼、牛丼か、うん、俺ハンバーガーかな。あー、いいね。俺牛乳もね、もう完食しました。完飲しました。え、みんな飲み物は死んだ。もう俺は死んだ。あ、死んでんだ。君は全然あるよ、生きてんだ。ラーメンでもドライブスルーあんのかな。ライブスルーのラーメンってどう出すの。なんかでも俺が聞いた話、ドライブスルーの葬式はあるらしいんだよ。いやいやいや、マジマジマジ。どういうこと。ドライブスルー葬式っつって車乗りながらお焼香するので。へー、なんか見た俺テレビで、って嬉しないなーって思って。席セットでとかっていう。買うとこだよそれ。葬式を買うんじゃなくてマック、あのお焼香するんだよ。マック、マックドライブスルー。マックドライブスルー、マックですよ。ちょっと怖いよ。待って待って、君たちが恐れてるか分かってないかもしれないけど、こんな連続でケンタッキー、マックってこんなドライブスルーあるってことは、アルドってことなんだ。無数にあるっていうこと。アルドってことなんだ。今ここのロードは作り時、そう作り時ロード。やばいのよ、俺は今ゾッとしてる。これじゃあ一人一個にする。2つを食おうか。2つか。でもお腹空いてるから食べればいい。じゃあ俺テリヤキね。食いたい。スパイシービーフバーガー1つ、テリヤキマックバーガー、濃厚とろり月見の単品で、ビッグマック単品で、こうなって、よいしょ、マックゲッチュだぜ、イエーイ。もうね、高尾山来て、高尾山行ったことない。違うはないっしょ。あんのかね、もうなさそうだよね。いや、山じゃん。あるよ。高ー、車内でビッグマック食うやつマジでミス。うん、あ、もうレタスが落ちる。ねえ、夜来たら怖いね。怖いよね。帰りますか。うん、もう一回マック行ってもいいけど。なんで。食べたなってるよ。なんかうどん食べたくない。これだけだ。そば、うどん、ラーメンだったらやっぱラーメンが1位。うどんとそばどっち好き。じゃあこれ少数派だった方は、エロくないけど一番エロい単語。うどんかそば。うどんの人は手あげてって言うから。いや、一せーのーででしょ。あ、そうだね。一せーのーせーでそば。え、待って、割れた。割れてるそば。そば、そば、うどん。あ、そばだよな、やっぱり。やっぱそばだよな。そばの方がうめえよ。なんだ、マンゴー。見てしたらマックマックの初だ。あ、来た。すごいね。うん、1年の時に空き時間ありすぎてうざかったよ。うざい。だって朝行って、うん、語源とかまで暇ねえみたいな感じだったもんね、うん、それしか撮れなかったんだもんね。そうで、パソコンルーム行ってさ、ポケモンやってたりとかさ、うん、BTS 俺たち聞いてたじゃん、めちゃくちゃあそこで。懐かしい。ね、まあいいねーっつって。一瞬で君だと分かった。それ日本語版でしょ。日本語版でしょ。分かんないんだよ。俺もやらんの。で、チョコッチって韓国語で何だと思う。びっくりするぞみたいな。うお、
おお、今の髪型。うわ。じゃあ何だと思う？その正解は言えまだ。顔見て決めるわ。あの、うん、もう一回言って。ちょっこっち。あの、ああ、感情込めて。使う感じでね。ちょっこっち。畜生じゃない。おお。でもちょっともう一回ちょっと俺に言って。ちょこ、何回やせんだ俺。感情込めちゃんと。ちょこっち。ちょこっち。下から、うん、下から目線を上に上げた。おお。ちっちゃいね。おお。おお。ちょこっち。ちょっとこっちな。韓国語って日本語とめっちゃ言いたいから。ちょっとこっちな。ちっちゃいなだっけ。俺ちっちゃいな。でなんだっけ、うっせえな殺すぞだっけ。ちくしょう。答えは乳首です。じゃあもうちょっとなんかさ、言っとるやん、言っとるやん。乳首めっちゃ下からどこ見ないで。韓国で見てる場合。なんかもう一個あった方が一個で、この一個でエンディングにつなげられたなでも。うん、1個だけパンとかでもよかったな。まあでも分かったね、ここのルートはあんまりドライブスルーがないという。そうだね、いや割とそういうのが前からそうだったんだよね。そんなもんよ。でも割と多分道ってそんなにドライブスルーないのよ。オチが車買っちゃう欲しいよ。